はい、恐怖の弾き語りで、もう200本超えましてですね、他の動画でもいっぱい説明しておりますのでですね、ピアノが簡単に弾けるという、ことでございまして、この説明欄のところでですね、全部やっておりますので、ちょっと今回は省略しまして学生時代でございます。はい、簡単に弾けます。はい、早速ですね、恐怖の弾き語りですね。はい、音痴ですね。はい、ドルルルルル、学生時代って言いましたよね。ドルル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 ル、この曲がね、大好きなんですよ。ルル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 ル、こうですね、こうですね、こうですね、ピヨピヨ譜面。ちょっとね、今も本当に適当に弾いてますのでですね、もうちょっとね、ちゃんと本気で弾けばですね、ちょっとね、素晴らしいと音楽になるような気がするんですけども、いかがでしょうか。はい、ね、いい曲ですよね。はい、ぜひね、これはもうこれだけですね。ピヨピヨ譜面こうやって、これだけですので、はい、よろしいでしょうか。はい、これでピアノが弾けるっていうのはこれだけです。これでもピアノ弾けましたっていうことになりますので、はい、どうもすいません、よろしくお願いします、失礼します。